どこも怪我してない？エンデ、あのね、あれ、話したいことたくさんあったのに忘れちゃったみたい。お帰りなさい。あんまり心配させないでね。エンデの身に何かあったらと思うと。エンデ、無理しちゃダメだよ。危ないと思ったらすぐに帰ってきてね。エンデはいつも私を気にかけてくれてるよね。ちゃんと伝わってるよ。どうしたの？豪華の塔ってどんなところなの？火が燃え盛ってるとか？溶岩の上の足場を渡らなきゃならないって？他に安全な道はないの？そう、くれぐれも気をつけてね。主の肉食べていい？この世界を構成する断り、これはまだほんの一部なのですよ。断り？起きた？エンデ、あの塔で500年前に何があったの？私たちずっと一緒って言ったわよね。あ、セレス、セレス、
ぜあなたがここにいるの？エンデ、あんたは大丈夫かい？セレスは薬で寝せておいたよ。深く寝てるようだよ。明らかに様子がおかしい。どうも、今にして思えば少し前から様子が変だったようだね。心当たりはあるんだが、はっきりとはわからないね。溶けているはずなんだが、主の肉を食べるたびに様子がおかしくなってるようじゃの。12体の主の肉をすべて食べたら獣の呪いは解けるはずだよ。のセレスの様子がおかしい原因はまだ私らも確信が持てないんだよ。次にエンデが主を倒して帰るまでには何とか調べておこうかね。主の肉を食べたところまでははっきり覚えてるんだけど、それから先はよくわからなくなって、私あの時エンデを何でもない、いつもありがとうエンデ、もう大丈夫だよ。お母さんたち元気かな？心配してるだろうな。夢の中で断りが出てきたの。エオス教の断りと一緒なのかな。これを解読すればいいのね。任せておいて。あんまり心配させないでね。エンデの身に何かあったらと思うと。しちゃダメだよ。危ないと思ったらすぐに帰ってきてね。なに？残っておるようだね。出してみな。買い取ってやるよ。そうだね。これぐらい出そうかの。そうそう。新しい商品が入荷してるよ。では、合成したいものを選ぶのじゃ。どの方法で合成するかね。どの方法。
他にも何かあるかね。今日はこんなところじゃな。他にも何かあるかね。では合成したいものをどの方法で合成するかね。どの方法で合成するかね。他にも何かあるかね。今日はこんなところじゃな。他にも何かあるかね。するのかい？他にもない。あと少しだね。こんな素敵なもの本当にもらっていいの？ありがとう、エンデ。エンデ？